戦、大谷グローブすげー5つ号の球場？そう。かっこ無関心矢印これ。使った額で言えば筒号の方が多いのになんでや。天然芝とかどうすんだよ、最後自治体に押し付けんなよ。筒号どこのチームで何やってるかわからんもんな。知名度。普通にグローブの方が高い。スケールがちゃうからな、全都道府県に球場作るとかならともかく。大谷は全国の小学校が対象やけど、筒号は地元限定やし。和歌山じゃね。世間つ、筒香り？これが現実。大谷メジャーや WBC で大活躍。筒号マイナーリーガーこの差や。まあ夏の高校野球予選で使われるなら少しは話題にもなるやろ、と思ったらスタンドないんかい。今は周りのことより自分のことなんとかしろよって空気になるし。メジャー MVP の子供たちへのプレゼントと意識高い系マイナーリーガーの地元を、に、球場作ってる場合か？ってみんな思ってる。そんなことする前に野球の練習しろよと思われる成績だから。地元だけやろ恩恵あるの、地方なら絶対使わんし。そんなやつ存在してないぞ。勝手な予想やけど球場にもあれこれ注文つけて業者の人を困らせてそう。グローブは60億とかじゃなかったか？金額的にはグローブのが上じゃね？そもそもあれはニューバランスのプロモーションっぽいが。筋トレ否定論者やし球場にダンベルも置いてないみたいで草。ネームバリューやろ、Y が球場建てても誰も興味ないのと同じ。超一流メジャーリーガーとアマチュア野球評論家兼野球選手とでは話題性が違うし。大谷は絶賛されてもいたけど叩かれてもいたしトントンや。球場なんて金だけ出してあとは業者が全部やってるだけやん。